サブリ昆布を食べます。はいはい。え、感想を言ってください。うまいです。どういうところがうまいですか？酸っぱい中に昆布の旨味があるところ。ああ、いいですね。食レポ上手ですね。うまい。味噌もするわ。何の？うん、今からエビアンの味噌飲みます。エビ、うん、ああ、うんうん、これは軟水ですかね。そう、軟水ですね、うん、エビアンはよく知ってんね。飲んだことあるからね。適当に言ったんだけど、私もなんか軟水と硬水って飲んだら、あ、これ軟水だ硬水だって分かるらしいよ。分かんねえよ。いや、なんか実際にその飲む時って軟水ばっかとかじゃん。軟水飲んだ直後に硬水とか飲まないから、実際に飲み比べると分かるらしいよ、軟水か硬水かって。うち今硬水飲んでるわ。なんかやっぱ硬いってなるらしいですよ、硬水は。うん、これは硬い。うん、この水硬いってなる。この水硬い。アホブロック。あ、エビアン香水らしいです。お前ふざけんなあんまり。ね、もう恥ずかしいね、顔がかかってきた。本当に恥ずかしいんだけど。ね、お前もう恥だわ。なに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 、エビアンは香水？そう、エビアンは軟水ですねってリサ言ってさ、よくわかるねってナズちゃんが言ったら、飲んだことありますからとか言ってたのに。お前さ、もうリサやめてよ、顔もう恥ずかしい、リサちゃん。私が一番恥ずかしい。もう私リサを信じられないよ。ごめん。かわいいリサちゃん、そういうことが好きだよ。バカにしてるよね。ね、そうだよね。もうやめよ、しゃべんな。いや、わかるよ、その気持ちすごい。ね、ドヤ顔で言ったとき、いや違いますけどみたいなことになったら、そう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 。もういいやってなっちゃう、もう人生。海外の水って大体香水だからさ。なんかエビアン軟水